どうぞよろしくお願いします。私は他のボランティアスタッフ、そしてもちろん乙武さんに比べては人生経験を劣っています。ただし高校3年生であるからこそ、今私は進路選択、来週から始まる期末テスト、そして大学受験へのプレッシャー、そのような不安と焦り、そのようなものに潰れそうな毎日を過ごしています。だけど私は諦めません。なぜかというと、いただいた機会を最善に利用すること、すべてのご縁を受けて全力を尽くすこと、それこそが18歳の私が果たすべき責任だと思うのです。自分の将来のために、弟、親、家族、日本のため、そしてもちろん世界のために、私は諦めません。大学に入学し、政治学を学び、政治の文局化を社会からなくしたい。なぜかというと、政党対立こそが社会に不要な対立を作っているのではないか、私はそう考えます。私が目指す日本の姿、その象徴が乙武洋太郎さんなのです。だから私は大嫌いな鳩に襲われながらも、乙武ギャラリー事務所でボランティアを続け、暑い中声を張って、乙武さんが国会に行けるために、私は全力を尽くして最後まで頑張ります。諦めたらそこで試合終了。だから私は諦めない。だから私たちは諦めない。ありがとうございました。